岡田監督、少女からのお手紙に返信、感動すると話題に。岡田監督、少女からのお手紙にキテちゃんの便箋でお返事してるの可愛すぎる。岡田監督の優しさに感動。おじいちゃん、優しい。何このおじいちゃん可愛すぎだろ、ジュース。買った時のビールが、美味しいです、好き。やっぱおじいちゃんやからちっちゃい子とか可愛いんやろな、それこそ選手とかも孫みたいなもんなんやろな、ほんまこのチーム尊いわ。マジで良い監督やん、本人初でないのもすごい。俺も書いたら返してくれるのかな？やってみたい。むっちゃ優しいどんでん。自分で読めるようにカタカナもひらがなで書いてあげてるけど、私だけ漢字になっちゃってるのもいい。ひらがなでお返ししてるのがすごくお優しい。うどんかおでんじゃなくてお肉なんですね、好きなのは。優しいなぁ、おじいちゃんのムーブや。もはやどんでんを嫌いになる理由はない。泣けるわ、オンオンワン。ちゃんと読めるようにひらがなで書いてるのいいね、あとビール。これは最高なお返しやないか、オン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。